皆さん、一頃はアホほど走っていた初代ワゴンガール、今もうめっきり見かけなくなりましたよね。かくいう私も乗ってきたワゴンガールですが、節約のために車検切って放置している間にサビは進み、エアコンはガスが抜け、塗料の霧をかけられたり、下校の小学生に傷つけられたりしてボロくはなったけど、廃車してスクラップにされる様子を思うと辛いので、エンジンだけは気まぐれに回していました。最近ではエアコンを直したりもしてましたが、車検切ってからおよそ9年、ある事情で車検復活することになったのですが、サビがひどい、マフラーは穴も、アイドリングは途中でエンスト、ブレーキもサビと漏れで車検に通るレベルではない、部品もなくなってきている、おまけに余裕がない。なのでとりあえず車検を通してから後日できることをやっていくことにしました。そうして2ヶ月以上かかって整備して、いざ車検を頼んだら、燃料ゲージが動かないだろう、速度計のブリッジ球が切れてるだろうで、合計10万円以上も取られたのに、スピードメーターが実際より7キロくらいマイナス側に狂わされていてがっくり。止まっている時は大きくマイナスを指していて、マラソンくらいのスピードになってようやく0キロを超えてくるんですよ。ひどいですよね。しかもエンジン不調を直してもらえたわけでもなく、この撮影の後ガソリンが減ってきたらハンチングとトルク抜けで走行不能に陥ったし、その後も不規則なミスファイアが発生したり、車体はサビ補修を経ての全塗装が必要ですが、先が見通せないのは本当に厳しいです。なので応援よろしくお願いします。